皆さんこんにちは。こんにちは。このチャンネルではウェディングのフリーランスに向けて情報を配信しています、はい、今日のテーマはインスタで絶対しちゃダメな投稿っていうので話していきたいと思うんですけど、はい、まあ、今まで、どうやって投稿するのかとか、うんうんうん、ハッシュタグどうつければいいのかとか話してきたと思うんですけど、うんうん、まあ、須藤さんが見てて、はい、この投稿ないだろみたいな、はいはい、そういうのをちょっと教えてもらいたいなと何個かあるんですけど、はい、まず1、芸能人の真似をする。おいやいやそれ芸能人だからできてるってみたいなやつとか、なんかランチをあげたりとか、そういうことですか。例えばなんですけど、はい、なんか、ま、女の写真に今日はなんだろうな寒いハッシュタグ、誰に需要があるのみたいな。それをあげてるのは芸能人がファンが見るからってことです。元々のファンが見るからそうそうそういいわけであって、うん、その人のファンってその人の日常を見たいわけじゃないですか、うん、でも宣伝したいのにそれあげたら、ね、何がってなっちゃうので確かにそれはちょっとあれかなと。あと芸能人って、はい、プロフィールとかもすっごい適当なんですよ。それはもちろんその有名人だからですよ、まあ、他のところで発信してるからってことですね。そう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 、そこで別になんかこう何やってますとか書くの逆にダサいっていうふうに多分思っていて、それは突き抜けてるから、うん、すごいですね、芸能人の中で。そう、100だって100何百万人いるフォロワーの人とか、うん、そんな全然書いてない。なんか例えば渡辺直美ですとか、うん、とかってあんま仕事の DM はこちらとか書かないじゃないですか。それと一緒で、なんでちょっと芸能人の真似をしすぎるのはあまりよろしくないかなっていう、まあ、もちろんなんか地下アイドルとかそういう方でそのインスタグラマーとかで3万人とか4万人とかいる方でそのお仕事はこちらとか書いてる人もいますけど、彼女とかはビジュアルで売ってるからそれの真似しても意味がな い, っていう。そうですよね、ジャンルというかあれが違うってことですね。そうですそうです、うん、それがまあ一つですかね。確かに。一つですね。あとはこれちょっと何で見たか忘れちゃったんですけど、まあ、インスタこうバーって見てて、うん、確かフリープランナーさんのインスタだったと思うんですけど、会場のこう写真をバーンって上げてるんですけど、誰も写ってなくて、その、はい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 、まあ肖像権の問題とかもねあると思うんですけど、はい、その広告と同じ写真というか、広告の写真って色も調整されてるし、はいはいはい、カメラマンさんが撮ってるんで、うん、まあ、なんとなくわかるんですけど、自分が空の会場をパシンと撮ってそれを上げてて、はい、でも何がみたいな。それにそのここの会場はここのこだわりがあって、創価はこうでテーマがこうでうんたらかんたらってこう説明してあるのといいんですけど、なんかお仕事を依頼はこちらみたいな書いてある。いやだから何がみたいな。その投稿に。そうそうそう、絵とやっぱ内容、まあ、さっきもちょっと似たのもあるんですけど、うん、絵と、まあ、なんとなくその業界は合ってるものの、うん、伝えたいことが何もわからないみたいなのはちょっと、うん。同じにしないとダメってことですよね。その。そう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 です。画像と。画像と伝えたい内容と同じにして、うん、できればそこだわりとか。自分はこうこだわってて、このポイントが私の推しですとかって、まあ、毎回さっき違う動画でも言ったんですけど、うん、毎回別に書く必要はなくて、うん、まあ、こう何個か投稿していく中で、例えば今日はちょっとこだわりを伝えたいみたいなのをこうやってバーって入れると結構読んでくれる人いるんで、そこでこう伝わったりとか、そこも結構読むんですね。読みますよ。そうそう、まあ、ちょっとこうファンになってくれて、そこのこだわりをこう伝えてあげると、あ、この人って結構こういうところにこだわってるんだとかっていうのはまあ伝わりやすいかなって思います、ね、確かに。なんか自分が内気に逃げなくしている、うん、まあ、写真だ、写真の撮り方とかメイクの仕方とかでも、うん、結構なんて、まあ、素人の人とかが見たら、うんうんうん、あ、そうなんだって思うこととか結構ありそうですもんね。そう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 、結構自分とか同じ業界の人が当たり前だなって思ってることって、うん、やっぱり他の業界の人に知らないし、うんうん、もし私が最近ちょっとインテリア探してるんですけど、はい、インテリア探し方が分かんないんですよ。どこのインテリア の家具屋さんがどのぐらいの値段でどのぐらいの品質でっていうのはウェブだけじゃやっぱ分かんないんで、うん、ちょっとどうやって調べるんだろうなみたいな、まとめサイトもないぞみたいな感じなんですよね、うん、はいはい、それって他 の, 業
協会から、うん、ウェディングの人を見たら、うん、多分同じことだと思うんで、うん、自分うちはこここだわってますよっていうどこかの投稿に入れてあげると、まあ、分かりやすいかなと思うんですね、うん、そうですね、そう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 、あとはそうですね、さっきそのピンクっぽい写真載せろって言ったんですけど、はいはいはい、そればっかり上げてるのもちょっとピンクばっかりになっちゃうの、ピンクばっかりっていうかこだわりの写真一枚も載せないのはそれはそれで何がってなっちゃうので、はい、何してんのか分かんないっていうか、あ、例えばそのピンクのお花でさっき言ったそのチーク上げるって言ったじゃないですか、はい、ヘアメイクさんで、はい、でもそれ全部同じことやってると、あ、そういう風に投稿したいんだろうなっていうのは分かるんだけど、うん、その人がヘアメイクさんってちょっと分かんないんじゃないですか、なんで、はいはいはい、ヘアメイクの写真はあこう絶対上げつつ、うん、今日ちょっと上げる写真ないわってなった時にそれを使えっていう話であって、それをばっかり上げてる人も中にはいるんですよ。あ、自分のメインとなるものが何か分かんないって感じ、ね、そう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 、ちょっと迷走してるなみたいな人もたまにいるんで、はい、そういうところとかですね。どのぐらいだとメインって分かりますかね。いや9枚中やっぱりできれば、1列1列1枚ぐらいちょっと、まあ、違うで、あの箸休め的な、そうそうそういいか、気抜けるじゃないけど、はい、そんなにこだわって載せなくても色味とかが合ってれば全然大丈夫だと思いますね、うん、ちょっと全部やられちゃうと、そうですよ、ね、何が何だか分かんなくなっちゃうのでそのない人がってことですね、あえてその自分がこだわってるのがなくて、でもやっぱり毎日とか上げていきたいから、うんうん、そのためにはちょっと違う、そうそう違う、あの同じようなテイストで統一感のものを入れてもいいよっていうぐらいってことですね。そう、その列を乱すような変な投稿やるぐらいだったら上げないでください、うんうん、そっかそっか、それか上げて消すか、上げて消すのって意味あるんですか。まああの明日とかに消しちゃダメですよ。あ、ちょっと時間経って、はい、もういいかなと思ったケースとか、だって今意味ないんでその投稿って、別に多分いいねもつかないしあの見てた中で分かるんですよね。例えば、はい、あのなんだっけな、名前三浦大知さんだったかな、あの、はい、デザイナーさんの投稿でロサンゼルスって書いてあってロスの投稿してる人がいるんですけど、あとあの食通でちょっと有名なあのレストランの審査員とかしてる人がいて、その人もお店の名前があってこう料理をこう上げてるインスタなんですけど、やっぱその文字だけにはいいねは使わないっていうか、全然いいね数違うから、うん、まあそりゃそうだよなみたいな、なんでそのワンクッションとして使うだけであってはいはい、はい、それにはまあ頼るなじゃないけど、そうですよね、頼りすぎちゃダメだよね。そう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 、確かにメインはあくまでメインでこだわりの、そう、あとはあの婚礼の写真も上げてファミリーフォトも上げてっていう、こうなんかぐちゃぐちゃしてる人、ファミリーフォト、婚礼、芸能、またファミリーフォトが来て芸能芸能芸能ウェディングみたいな、はいみたいなたくさんやってるっていうのは分かるんだけど、はい、ちょっと分かりづらいんで、それをやりたいんだったらさっき言ったみたいに3列揃えてやっていくっていう方がいい。ああ、それだったら別にウェディングウェディングウェディングとかの方がいい。なんかイメージウェディングとファミリーフォトと芸能とかだとなんかターゲットが違うから、うんうん、本当は2つ、せめて2つがいいです。ファミリーフォトとウェディングで、うんうん、あの交互にあげるか、もうアカウントを分けるか。うん、でも私が想像するにそんな写真あるって思っちゃうんですよね。そういうことですね。私も困った経験があるんで、はい、そんなにたくさん載せる写真あるかなって。それをやるんだったら、例えば3列ずつが自分の中でちょっとテイストが違いすぎて微妙だなと思ったら9個ずつ上げてもいいし、それも全然ありです。その見せ方によるって感じですかね、はい。バラバラにあのその日撮ったからって言って写真あげるのはちょっと違うかなみたいな。やっぱり統一感をってことですね、うん、そうですね、持たせるっていう。でちゃんとプロフィールにもウェディングとファミリーフォト撮ってますって書かないと、うんうん、そうウェディングだけなのにファミリーフォトあったらえってなっちゃうんで。そうですよね、たまたま撮ったからって言ってね。そうそう、で自分が何をしていきたいかで、例えばそこで
その写真を見て芸能の仕事が入ってきたとするじゃないですか、はい、それはストーリーにあげましょう。今日は芸能を撮りましたっていうのはストーリーにあげて、はいはいはい、投稿には載せないよ、はい、それかさっき言ったその何でもないしそのピンクの背景に文字入れて2枚目が芸能の写真だったら全然いいんですけど、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうんで、はいはいはい、そうですね、やっぱ自分のアルバムっていうのをやっぱ意識した方がいいってことですね。そうですね、それですね、そのテイストがバラバラなのと、うん、その内容がよ文字が全然しっかりしてないのと、はい、あとは写真とこの投稿の内容が全然違うとか、うんうん、あとは、まあ、ダメじゃないです。これをやってほしいのは、うん、その思いを伝える、こだわりポイントを伝えるっていうのはやっちゃダメじゃなくてやってほしい、やってほしい、はい、ですね。まあ自分がユーザーだったら誰自分の写真見たいかって考えながらやっぱ作るべき、うんうんまあ、基本じゃ基本になってると思うんですけど、そう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 、で自分がスクロール人気投稿スクロールした中で、うん、あこの人目に留まったっていう、なんでじゃあ目に留まったんだろうって考えて、あこの人の写真はこうでこうでこうだから目に留まったんだっていうのを一回ちょっと書いてみたりとか考えてみたりして、それを自分に落とし込んだ方がいいですね。あ、うん、でいっぱいそのインスタでを見てことですね、はい、自分がなんか、まあ、アクションを起こして見た、うん、なんで見たのかとか、そう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 、なんでこの人に惹かれるんだろうみたいなものを、そうですそうです、言語化するっていうか言葉でするのが大事。そうですね、あの客観的に自分を見れる人はとても強いと思うので、ほうほうほう、自分視点じゃなくて、はい、お客様視点って、それはどうすればいいんですか。それは、ね、なかなか客観的に見るの難しいじゃないですか。どうしても自分のなんか思いみたいなのが詰まっちゃうんで、はい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 、そうですね、まああの全部やると思うんですけど、ペルソナ作るわけじゃないですか、うん、そう、自分は誰に向けて発信してるかって、はいはい、じゃあその人になったつもりでその人たちはどんな例えば写真を好んでるかって見れるんですよ、うん、誰がどれにいいねしたかって出るから。あ、はい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 、それで分析するのもありですよね。うん、じゃあ自分のペルソナがどんな人にいいねしてるのかっていうのをちょっと追って、うん、あそうか、他の人のを見てみるってことですね。あ、そうそう、例えばあの自分がフォローしてる人の、うん、フォローしてる人があの何にいいねしましたっていうのが出るんで、うん、例えばじゃ あの何人かこの人ペルソナっぽいなみたいな人をピックアップして、そこのいいねを何にしてるかを見て、あこの人ってこういうテイスト好きなんだみたいなのかを、ね、見れば結構自分に反映しやすいんじゃないですかね。そうですね、ターゲットの人をフォローしていくっていう、そう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 、それもありだと思います。でそうするとあの自分が例えばフォトウェディングでも婚礼でも一連で撮るじゃないですか、はいはいはい、例えば昼夕方その夜、うん、撮って、その人がどの写真が好きかって見ると、自分が選ぶ中のその選ぶ基準にもなりますよね。あこの人たちって例えば夕方のこういうのが好きなんだとかっていうのも知れるから、そういうところにも、まあ、全部夕方あげちゃダメですけど結構多めにあげてみるとか、その写真ちょっと多めに撮ってあげるとかっていう、うん、あの確かに確かに、選ぶ基準というか、うん、自分が気づいてないポイントというか、そのターゲットの人が何を求めてるかみたいなものが、そういうのを見てること、うん、見ていくことの、その見ていて、なんだ共通点みたいなものを探すことによって分かるって感じですね。そう、うん、こうちゃんと調べてやるっていうのは自分のね、あのインスタやっていく中で大きなこう大きなプラス、大きなプラスに、うん、になると思うので、はい、やっぱりそう検証してダメであったらもう一回トライして、検証してトライしてっていうのは、まあ、どの分野でもやっぱり必要なんで、うん、それは地道にやっていかないといけないなと思います、うん、そうですよね、結局やっぱりその辺はちゃんと、うん、そのインスタをまあどれだけ触ってるかみたいなものも重要になってくるし、やっぱりターゲット人が何を考えてるかとか、そう地道にやっていくのは重要なことです、うん、ですね。あとはなんか新しい要素とか取り入れたいみたいな人いるじゃないですか。他のこととか他の人と全然違うことやるみたいな。そうですね。それやるのはいいんですけど、いいねつかなかったら即やめましょうっていう。あ、いろいろね取り入れたとしても、そう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 、それいや
それじゃあずっと続けてって、うん、フォロワー増えなかった意味ないんで、まあ、そうですよね。新しい方法をやってやってみることはいいことだけど、そうですね、それがダメだったらもうそうそうそう、ちょっとやめようかな、違うことやりましょうってことですね。そういうことですね、はい、確かに分かりました。ちょっといろんなところに派生しちゃったんですけど、そうですね、はい、でもダメなところ絶対やっちゃダメなところ教えてもらったんで、はい、はい、じゃあこれで終わりにしたいと思います、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。